これで、合体のロボットモードになります。これで、この緑と青のロボットモードになります。どうでしょう、はい、こうやって並べるとこんな感じになります。これで4体合体モードになります。かっこよすぎるだろこれは。こんにちは、スタルケルです。今回レビューするのはこちらです。アウディより漁師戦隊恐竜守護の、光り輝く戦いの神と書いて、光輝戦神と、破れる空戦う神と書いて、白戦神です。それでは見ていきましょう。ということで、まあ、中国語なのでまあね、ちょっと日本語の読み方しましたけれども、このアウディですね、これ巨神戦撃隊の会社ですよね、確か、はい、がまた新たな、もうめちゃくちゃかっこいいロボット出してきたっていうことで、見ていきましょう。恐竜ですね、モチーフは恐竜となんか機械が合体したみたいな見た目になって、箱がちょっとめちゃくちゃにね大きいんですよね。だいたい45センチぐらいまず箱があります。はい、めちゃくちゃ大きいで、横、はい、こんな感じになってて、ビークルーで、このなんか恐竜で、さらにロボットにも変形っていうか合体か、上下で合体するみたいな。で、さらにこう、こっちも、はい、こんな感じで、恐竜メカで、後ろね、はい、こうやって上下合体で、さらになんか組み替えて上下変えたりとか、あと4体を合体させることもなんかできるっぽいですよね。ちょっとまだ遊んでないんでわかんないんですけれども、はい、まあ、ということで早速開けていきましょう。中身を取り出すとこのような感じになっております。まあ、全部ねビークルモードにしました。で、これね、なんとシールが入ってました。こんな感じで、まあ、紙シールとかじゃないんで、耐久性はねありそうなシールなんでいいんですけど、こういう系でシールって結構珍しいですよね。で、むちゃくちゃこうキラキラですね、7色に光ってます。で、これが説明書ですね。なんかめちゃくちゃしっかりしてる。ほら、なんかこういう説明とかもあったりしてね、キャラクター説明かな、はい。で、こうカラーでこうやって書かれてたりして、すごい豪華な説明書になってますね、はい。こうやっていろいろで、これ塗り絵かな、わかんないけど、はい。で、まあ、それと似たような、はい、感じで、こっちも、はい、こんな感じで説明書があります。めちゃくちゃ豪華です、はい。じゃあちょっとシール貼っていきましょう。ということで、シール貼り終えましたので、それぞれ見ていきましょう。あ、で、これなんですけど、この青いやつはこのビークルジーにはこの足が余ります、はい。で、他のやつもこの恐竜にした時にどっか余るとかっていうのがあります。じゃあまずはこちら、はい、赤いビークルですね。この剣をここにね、つけておくことができます。見ていきましょう。いや、これデザインがね、めちゃくちゃかっこいいんですよね、はい。こんな感じになってて、はい、はい、コロコロさせることができますと。クリアパーツもこう使われててね、で、この成型色の質感とかもすごいこう高級感というかね、なんかいいですね。こうツヤっとしていて、うん、おもちゃ感ありつつ若干ラメっぽいキラキラがありますね、はい、いいですね。で、こういう塗装とかもすごい、ね、豪華で、で、あとシールでこうキラッとしてる、どこだ、あ、こことかシールでこうキラッとしてる、こうテールランプとかねが再現されてるっていう感じです。じゃあこれ変形させていきましょう。これが、まずこう頭出してあげて、で、ここを外して上にずらすと、はい。で、前足出してあげて、で、後ろ足こっからですね、はい、こうやって出してあげて、反対側もこうやって出してあげて、はい、こんな感じですね。で、そしたら、この尻尾を下から出してあげて、で、うまいこと立たせてあげれば、はい、これで、ラプトルかな、これは、はい、になります。こんな感じですね。で、まあ、剣は、まあ、そのままここにつけてもいいし、あ、で、あとこれだ、ここをちょっとこう、はい、立てるっていう、
偏見ありました。はい、こんな感じです。いいですよね。え、てかここ好きなんですけど、もうクリアパーツの中にほらキラッとしてるシールが多分あるから、こうここがキラッとするっていう仕組みとかね、はい、この目の部分もクリアパーツになってたりとかね、いいですね。で変形もねすごく簡単でやりやすいんですよね、うん、覚えやすいのでいいんじゃないかなと思いますね。はい、こんな感じになっておりますと。じゃあ次、はい、こちらトレーラーですかね。はい、こちらです。はい、これもはいコロコロさせることができます。でまあシールね、こうキラキラシールとか、あとこういうクリアパーツ、あ、ここすごいですよね。ほらこのハニカム構造のね感じとかね、ここちょっとね出っ張ってるとかね、うん、面白いです。はい、でこれも恐竜にしていきましょう。これはこの後ろの荷台の部分が余ります、恐竜にした時に。はい、でやっていきましょう。まずはここの部分を後ろに持ってって尻尾にしてあげると、でここのタイヤを回転させて足を出す、反対側もタイヤ回転してから足出す、でここの下の部分の足も出してあげて、この顔を出してあげれば、はい、これでアンキロサウルスかな、これはこの尻尾の形とか的に、うん、アンキロサウルスっぽいやつになります。はい、そうですね。あれ、ちょっと待って、さっき車の時これやってたかな。はい、これをこうやります。はい、これでアンキロサウルスになりますと。はい、で次こちら、このごつい車、はい、なんか装甲車みたいな感じですね。はい、これもこういうところにキラキラシールが貼ってあります、この後ろとかね。はい、じゃあこれも変形させていきましょう。武器かっこいいですよね。はい、でまずはここの部分、タイヤをパタッと畳んで後ろ足、このクリックね、はい、いいですね。で頭出してあげて、この足をこう開いて、ここの隙間にタイヤやって、で足をこう出すと、反対側も足出してタイヤやって、はい、足やると。はい、で最後この尻尾なのかな、ここを後ろにやってあげれば、はい、これでステゴサウルスになります。まあここのね、この造形的になんかステゴっぽいなと思いましたけど、はい、ステゴサウルスです。まあもちろんこの状態でもこれつけることができます。はい、じゃあ最後これですね。はい、このなんか飛行機なのかな、うん、なんかジェットっぽいこういうやつです。はい、これも変形させていきましょう。まずはここを上に持っていってあげて、でここの部分、首を伸ばしてあげます。はい、こうです。そしてはい、この足がここを足上にはい持っていってあげて、で膝をこっち向き、反対側にこう曲げてあげると。はい、でワンクリック開く。でここにジョイントがあります。ここのジョイントに、はい、ここの体のこのジョイントをくっつけてあげると、はい、こうやってガチッとね、はい、くっつけてあげれば、はい、これで、これは何だろう、これは何の恐竜でしょうか。ちょっと足でかプテラノドンとかかな、はい、わかんないですけど、ちょっとね、ワイバーンとか、なんかちょっとわかんない恐竜です。はい、まあ、ていうね、4体しっかりとビークルから恐竜に個別変形するっていう、素晴らしいですね。はい、じゃあ次は合体やっていきましょう。一旦この青と緑は一旦置いといて、この赤と黄色で合体させていきましょう。じゃあ足からやっていきましょう。足はこの黄色です。はい、まずはさっきの、状態にちょっと戻してあげて、ビークルにね、はい、戻してあげますと、はい、こうやって、はい、こうか、はい、入れて戻してあげると、でここに下半身がありますと。はい、でこっち向きになります。
でここを外してくるっと回転させると、はい、これで一旦腰を OK ですね。じゃあ次足、足は外してここをくるっと回転させてこの下のジョイントにこうくっつけてあげると、でパターンパターンと、はい、倒してあげて、ここも、はい、タイヤ畳みます。で太もも出してあげると、はい、反対側もここをパターンパターンと倒して足出しと足出してあげて畳んで太もも出すと、はい、こうなります。でそしたらここにこれをくっつける、はい、こうやってねくっつけて合体させてあげましょう。でこれでまあ下半身の方は OK です。じゃあ次上半身やっていきましょう。上半身はこれを頭ちょっとこうね締まってあげて、でここの黒い部分閉じて、ではい、ここから尻尾を外します。でここの、はい、ここくっついてるので、はい、これ開いてあげてヒンジで前に持ってきてあげる。でここ閉じる。でそしたらここ伸ばしてあげて腕を、はい、出します。反対側も伸ばしてあげて腕を出すと、はい、でこれをここのジョイントですね、ここ、はい、これをこの穴にくっつけます。はい、で後ろからここの2つの背中のジョイントにこのジョイントをくっつけて固定してあげると、はい、でそしたら、はい、最後ここの頭を出してあげれば、はい、これで合体のロボットモードになります。どうでしょうか。いやこれね、合体の変形もやりやすいんですよね、うん、でこのジョイントもしっかりここの2点で固定されているので、こうね、こう固定力もありますし、うん、このクリックも各所にあって素晴らしいですね。でこの武器もしっかりとこうやって持たせることができると。でこれね、ここにこういう曲がるこのね軸があるんですけど、しっかりとこのこっちだと内側にこう曲がるんですよ。なんですけどちゃんとこうこの肘の可動も入れてるっていうところ、最高ですね。うん、これ大体のおもちゃってここに可動入ってたらこの肘の可動入れないんですよね、大体。なんですけどここのさ、ほら見えるかな、ここのパーツ分割、はい、しっかりとこうパーツを分割して、これ肘をこうこっち側に前側に曲げられるようにしてる、この配慮素晴らしいね、本当に。あとこれあれだ、肩一段上でした、はい、こうでした、はい、これです。ただ一点、この尻尾が余るっていうところ、説明書に書いてないんですよね、この尻尾外した後どこにやるとかって。ちょ、もしかしたらどっかにくっつくかもしれないんですけど、説明書には何にもね書いてなかったんで、もしかしたらこれ余剰なのかも知れませんと。なんかここのさ、剣にこうくっついたりとか、なんかこうどっか腕にこうくっつくみたいなのが欲しかったなと思いますね、はい。でここのなんか爪とかこうやって出せたりするんで、こういうなんか多段変形だからこその楽しさみたいなのはありますよね、はい。まあ、っていうのがこの赤と黄色の合体でした。はい、じゃあ次こちら青と、はい、この緑の合体やっていきましょう。まずは足からですね、はい、これを一旦取り外してあげて、で、この緑に合体するときはこれはこの向きだったかな、はい、でここを外してあげます、はい、でここの首も一旦、はい、縮めてあげると、はい、で OK で置いといて、次これですね、足伸ばしてさっき反対にしたので、はい、こっち向きにしてあげて、でこの横の太ももの横にこのパーツをくっつけてあげます、はい、ここシールですね、は
はい、こうやってくっつけてあげて、はい、下半身完成になります。これがいいのか、あ、これあれですね、足ちょっと伸ばしたままにしてました。これちょっとね、こうこの状態ですね。はい、この状態です。で、次緑の方やっていきましょう。こっちがこうやってあげて足閉じて、はい、反対側も顔と足を閉じると、はい。で、そしたら、ここの部分が外れるので、こうやって、はい、外してあげて、で、これを2つに分割すると、はい。で、ここ伸ばすと拳が出てきます。で、このように回転させて上に持ってきて、で、ここからジョイントを出すと、はい、これで腕になります。反対側も拳出して角度変えて上にスライドしてジョイントを出すと、で、これですね、はい、ここの部分をくるっと回転させると頭が出てきます。はい、で、ここにこうやってカチッとはめてあげて、で、腕のジョイントでくっつけてあげて、で、ここ合体させます。はい、ガチャッとね、はい、合体させて、で、裏からこれをここの背中の2つのジョイントと、あとここのジョイントですね、のここにこの3点でこの羽をくっつけます。はい、で、そしたら、はい、これで、この緑と青のロボットモードになります。どうでしょうか。かっこいいですよね、これ。めちゃくちゃかっこいい。これめっちゃ好きですね、このモード。なんかこの緑はこうごつい、この体もまあごついけど腕もすごいこうね、大きい。で、青は羽がこう目立ってるみたいな、このシルエットめちゃくちゃかっこいいですね。で、もちろんこの武器はここの部分から取っ手を出して、こうやっても出せることもできると。はい、いや、めちゃくちゃかっこいいですよね。はい、で、こう並べるとこんな感じになっておりますね。うん、やっぱこの緑青がすごい大きいという、ね、感じになっております。はい、大きさ的にはだいたい30センチぐらいですね、どっちも。うん、だいたい30センチぐらいの大きさになっております。まあまあまあ大きい、まあ、デラックスロゴぐらいの感じですかね。はい、で、これのすごいところがこの上下を入れ替えてるこう乾燥合体もできるってとこなので、それもやっていきましょう。まずはこの背中のジョイント外してあげて、上半身を外す。はい、こっち側は、はい、この背中の青を外してあげて、で、外すと。はい、こうですね。で、そしたら今度はこっち側に緑つけて、さっきと同じ固定法ですね。はい、ここにくっつけると、はい、これで緑と黄色の合体ロボになります。で、次この青と赤ですね。はい、これをくっつけると、はい、こうですね。で、さっきと同じこの背中にこれをくっつけて、この赤に合体した時はこの羽の向きが、はい、下向きになります。こっちです。はい、こうやって羽の向きを変えてあげると、はい、これで青と赤の合体も完成ですね。はい、こうやって並べるとこんな感じになります。なんかこっちの方がしっくりきますよね、なんか。うん、この赤と青の組み合わせ、緑と黄色の組み合わせみたいな。うん、でも圧倒的にかっこいいですもんね、この赤、赤青の合体が。まあ、だからもしかしたらなんかこうあえてばらける、このかっこよさが均等ぐらいになるように分けたのかもしれないですね。はい、まあ、っていうこの上下乾燥合体も楽しめるっていう、はい、最高ですと。で、まだ
まだね、はい、あるっていう、この4体合体までね、今回やっていこうと思うので、4体合体もやっていきましょう。まずは、武器を外して、で、一旦ここ外しまして、はい。こうやって外してあげます。で、この黄色は、はい、ここ外す。ちょっと合体準備状態にしていきます。はい。ここを閉じる。で、これをくるっと回転させて、はい、このビークルのモードにします。はい。で、こっちの黄色は、こう開いてあげて、こうやって開いて、で、こうですね、このトレーラーの、この状態の半分の状態ですね。にしてあげると、こっちも、こうやって、はい。開いてこの状態にします。はい、これで黄色は合体準備 OK です。で、次これを背中から外してあげて、はい、これが結構ね頑丈にジョイントでくっついてるので、はい、 OK、 外しまして、で、この上半身と下半身も外します。ちょっとこれ落ちたんで、これをここの黒い部分こう取り出してあげて、さっきここの太ももにこうやってここのジョイントでくっついてたんですけど、今度はここ出して、はい、このこっち側の付け根の方にこうくっつけるっていう感じです。で、こっちのジョイントはこのそのまま太ももにこうくっつけて、この足のこの固定、こっちこうグラグラするんですけど、こっちはもう頑丈に、はい、くっついてるっていう感じになります。4体合体なので、そういうしっかりと合体後の強度面もしっかりこう考えてるっていうところがもうめちゃくちゃ最高ですね。はい、で、これでもう足が、はい、頑丈になりました。さらに頑丈にしていきます。ここ開いてここにくっつけることで、この膝曲がる仕様なのを、はい、こう曲がんなくこう固定するっていうね、はい、最高のやつです。はい、こっちもこうやって頑丈にすると。で、ここの部分をこう出してあげて、で、ここを引っ張ります。はい、足が伸びる。で、足伸びたらこれ簡単に戻っちゃうんじゃないのって思うかもしれないですけど、ほら戻りません。ここのロック解除のボタンを押さないと戻らないので、はい、もうこういういろんな面でこうこの足の強度が確保されてるっていう、このね、完璧なね、合体前のこの準備です。はい、っていう感じですね。はい、で、これの上にこの緑を一旦合体させて、で、腕を外す。はい、反対側も腕を外します。はい、この頭をくるっと回転させて下にくっつけます。はい、こうですね。で、そしたらこの赤です。この赤はこの拳を、はい、しまいます。反対側も拳をしまう。で、ここの内側からこういうの出してあげます。で、ここの部分の穴にこれを差し込んで固定すると。反対側もこれ出して、ここに、はい、こうやって固定をしてあげると。はい、こうですね。で、こんな感じになります。はい、で、そしたらさっきのこう裏返しにしたここに穴があるので、そこのジョイントに、はい、こうやってくっつけます。いや、この3段になってる感じいいですね。はい、で、ここにも穴が現れているので、そこにさっきの緑のこの腕をくっつけます。はい、反対側もでくっつけてあげますと。はい、で、そしたら裏行って、この背中に、はい、ここのジョイントと、あとここのジョイントが今度こっちの下の方のジョイントですね、はい、にくっつくので、ここでこの上と下をしっかりと固定するっていうわけですね。この背中のこれで、はい、で、こう固定してあげました。そしたらここの上のパーツをこれね、これを一旦外します。で、
ここパカッと開くので パカッと開いて下に下ろしてあげて、ここの部分に、はい、これですね、このジョイントで、はい、あ、でこの首が邪魔になるので上に持ってってあげて、でこうやってここでくっつけてあげます。はい、こうですね。はい、でそしたら、さっきのこの黄色のパーツはこの横、ここのジョイントとここのジョイントの2点ですね。で横にくっつけて、こう幅が、足の幅が広がると。反対側もここにくっつけてあげて、はい、幅が広がります。はい、でそしたら最後にさっき外したこのヘルメット、これをこのロボットの顔にこうかぶせてあげてあげれば、これで4体合体モードになります。かっこよすぎるだろ、これは。すごい、まず大きさが、待ってよ、だいたい30だから、まあ45センチぐらいかな、うん、はあると思います。めちゃくちゃ大きくなってるんですけれども、これのすごいところが、もう各所ちゃんとジョイントとかで固定されてるから、ほら、もうこうやって振り回しても全然ポロッと外れたりしないところ、この頑丈さ、この合体後もちゃんと、はい、自立もするし頑丈っていう、この遊びやすさなんですよね。変形もさせやすい、そのそれぞれの個別変形もさせやすいし、合体もさせやすいし、ちゃんと合体後も自立できて、こう固定力もある、保持力もあるっていうところ、最高のおもちゃですね。さすがね、アウディの会社だと思いましたね。はい、ま、ただね、まだちょっとこう、もうちょっとこここうだったらなみたいなのも、まあなくはないので、まあそれね、あの言うとすれば、まあ一応この武器は持たせられます。はい、こうやって、まあ、武器持たせて、はい、あげると。でまあこの武器がまだちょっと、武器っていうかこれ余るんですよね。はい、これがちょっとね、うん、こうどうにかしてほしかったっていうのと、あとこのちょっと武器全部合体とかね、なんか武器も強化してほしかったなっていうところがあります。なんかこうやってこうくっつけたりとかして、こうやってね、こういう武器みたいなのにしてほしかった感はありますね。うん、あとはまあ腕が短いとかかな、うん、プロポーションで言うとそれぐらいですかね。うん、ちゃんとこう胴体も延長されてるし、足も延長されてるし、この横幅もできてるし、で、うん、まあヘルメットもかぶってこうね、ちゃんと合体したなっていう感じがするんで、もう本当にほぼ言うことないです、これは。うん、めちゃくちゃ遊びやすいと思います。うん、いやだからもう本当にちょっとね、こういうところだけ、うん、ちょっとね、あのもう少しこうだったらっていうのはありますけど、おもちゃとしては本当にめちゃくちゃクオリティが高い、うん、ので、まあこのね、あのでっかい箱の置き場所さえあれば、もう確実にもう皆さん買ってほしいなって思います。ただこの箱がもう本当にめちゃくちゃ大きいんで、ちょっとこれだけね、ちょっと大変なんですけど、この箱さえ乗り切ればもう本当にめちゃくちゃ最高なおもちゃなんで、いや本当とね、なんかやっぱ今まで触ったことある巨神戦撃隊のどれともやっぱ違うね、感じで、個人的にはめちゃくちゃ気に入りましたね。はい、ということで、まあ、この4体合体したんでね、うん、なんか皆さんもこう、何かね、こう、かっこいいとか、この合体方法いいねとか、固定、保持力ちゃんとあるのいいねとかね、はい、ぜひコメントありましたらよろしくお願いします。このシリーズまた今後もなんか出るのかな、なんかこれに追加で合体するやつとかね、なんかもしかしたら出る可能性もね、まああるかもしれないので、それもちょっと楽しみにしたいなと思いますね。なんか使ってないジョイントとかあるよね。うん、あるよね、このこことかね。うん、なのでまあきっ
とまたこれさらにでっかくなる可能性もなきにしもあらずなので、ちょっとそこも楽しみたいなと、楽しみにしたいなと思います。はい、ということで今回の動画いいなと思った方はぜひチャンネル登録や高評価、 X や TikTok のフォローなどよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。スタルケルでした。